2対3対2の3分戦。さあ3番手、少し1番の伊藤が車間を切りつつ、この辺りは日向の動向を警戒している模様。青番の2センターから4コーナー。さあその中で日向から行くか、伊藤から行くか。日向から行きました。後ろから2番車の日向が上昇。これを確認した1番の伊藤なんですが、ここはまず2番の日向が上がっていって前を抑えました。そして今度は1番の伊藤ワルドが3番手まで上がっていって、この内側5番のタッチです。さあ現在3番手並走なんですが、ゆっくりと車外に持ち出して、ここで1番の伊藤が先頭に変わる。日向はこのライン送り出しての4番手、そして5番のたちが6番手で鐘を聞いています。ここはまず近畿勢が主導権を握りました。そして絶好のポジション4番手キープが2番の日向、一方5番のたちが6番手、最終周回に入ります。後ろを警戒しつつ徐々にペースアップか、1番の伊藤、この辺りはペースでかけています。追走が藤井、3番手が岡島、4番手車間を切りつつ2番の日向が出るタイミングを伺っていくか。さあ最終バック一本棒で通過いたしました。飛ばす1番の伊藤、追走が2番の藤井、3番手岡島で、さあ4番手から2番の日向が追い込んでくるか。4コーナー回ってくる近畿勢、先頭が1番の伊藤、伊藤先頭で五輪。第5レース A級の